まあ、あいなく神戸とコラボした時も右足首が非常に痛くて、ここのジャンプのシーンとかもジャンプできないわけなんですよね。あとはコラボの撮影とかも、まあ、AJ さんとかレガデさんとせっかくコラボしたんですけど、まあ左足しか使えない状況で、まあ、撮影に挑んだわけなんですよね。いやいやマギーが最近右足弾丸シュート打つ企画撮ってたやんけって言われるんですけど、これは撮影日から公開日も期間あったわけですよ。まあその何が辛いって、僕が大好きな右足が蹴れないし、右足のインステップが思いっきり蹴れないわけですよね。ってなると、僕の大好きなサッカー選手の方々と一緒にボールを、大好きなボール、大好きボール大好きなんですけど、大好きな丸いボールを大好きな選手と蹴ることができないっていうところが一番嫌だったんではなくて、まあ、相方にファイヤーを打つことができないのが一番の悔やみだったんですよね。まあ花粉症なんですけど、その目が痒いっていう考え方もできれば、目以外が痒くないっていう考え方もできると思うんですよね。キヨキヨハロー YouTube 明けましておめでとうございます。さあ前回ですね、病院の方に行きまして、お医者さんからはですね、触った感じ、ここが痛いここが痛いみたいな、まあ触った感じで、まあ人体もしくは中の骨異常があるというところで、今回 MRI とレントゲンをね、撮影していくんで、じゃあチャンネル登録とかで本物よろしくお願いします。これが MRI なんですけど、嘘やろって言われるかもしれないですけど、これが僕です。内側も外側も人体としたらめちゃくちゃ安定してます。次横から見て後ろへグッと押し込んでも前に押し込んでも、あ、めちゃくちゃ安定してますわ。いや全然そんな、あの人体も言うて緩んでるわけでもないし、レントゲンだけじゃなくて MRI でもめちゃくちゃ綺麗ですわ。この筋肉が硬い、足首がいわゆる硬い、でそれで痛みが出やすいっていうことになってるだけで、人体の断裂部分なんですか、なんかしたっていうね、その怪我っていうのがあった割にはめちゃくちゃ綺麗ですよ。単に硬いだけっていうそういうお話でした。マキシカチューブ。まあ結果はこの1月末からボールが蹴れなかった理由はストレッチングが足りてないっていうところなんで、だからみんなもだからなんかいろんなところ伸ばしていってもらえたらなっていう風に思いますし、逆に言えば僕が今日病院に来たことなんてほんとちっぽけですし、みんなからするとまたまたマキヒカのファイヤー見れるんかと。またマキヒカの右足から出るめちゃくちゃ速いシュート見れるんかってか思うわけじゃないですか。でだったらもっと皆さんに僕感謝されたいです。まあ、僕の予想で言うと、多分あの事故った時は怪我してたと思うんですよね、人体か骨か。でも今回全くその異常はないって言われたんですけど、なんかそう考えると僕の自然治癒力ってトップオブザトップなんかなって思っていて、自然治癒力界の中でもトップを取りたくて、自然治癒力系 YouTuber、 なんか自然治癒力でこの高校受かってんみたいなね。もしもサッカーがなかったら僕の人生どうなっていたんだろう。知らなかったのかな。ゴールを決めた時のあの何者にも変えられない喜びを、暗くなるまでボールを蹴ったあの時間も、すぐ広がりすぎる鳥かごも、しゃがむ順番で鬼が決まる謎のルールも、負けた時に溢れ出てくる涙も、努力が報われない苦しさも、きっとサッカーで仲良くなったあいつらとも友達になれていなかったと思う。スタジアムでのワクワクも、テレビで見るドキドキも、プロを見た時の興奮も知らない、そんな退屈な人生だったんだろうな。ああ、僕らの人生にサッカーがあってよかった。サッカーができない時間に気づかせてくれたのはサッカーのある喜びでした。どうかこれからも当たり前にサッカーができる毎日が続いていきますように。